戸塚は警部シリーズ宗谷本線殺人事件。宗谷本線殺人事件は、西村京太郎の長編推理小説。1990年に公文社から刊行された。2001年3月10日に土曜ワイド劇場で実写化されている。ルポライターの田島は、北海道の取材する過程で、旭川発、輪っか内いの寝台特急利尻に乗るため、 旭川駅に向かっていた。旭川駅の構内で一心不乱に原稿を書く、中年男性を見かけた田島は、同じ物書きとしての好奇心から男性に声をかけるが、睨まれてしまった。数十分後、利尻に乗り込んだ田島は、疲れから座席で眠ってしまい、気がついたら、目の前に先ほどの男が立っていた。男は田島に一冊の原稿を渡し、 その場に倒れて死亡してしまった。車内が騒然とする中、列車は美深駅に到着。混乱の中、田島はサングラスをかけた美女が死んだ男の荷物を持ち逃げする場面を目撃した。その夜、ホテルに入った田島は、死んだ男、平野康生から託された原稿に目を通してみる。宗谷本線事件についての疑問原稿にはそう、書かれていた。その内容は、 二年前の十二月六日、宗谷本線のおといネップ駅で起きた殺人事件に関するもの。東京から来た中川優子という女性が恋人の高田健という男に駅のホームで視殺されると深鬱な事件だった。高田と優子は、初ょい、車内恋愛で知り合った仲だった。ところが、高田が泥酔し、挙句に暴行事件を起こして各種され、 それを境に二人の仲がおかしくなっていったらしい。一方、被害者の平野が東京在住だったことから、戸津川警部率いる戸津川班が事件解決に動き出すことになった。戸津川班の調査で平野が高田の通っていた高校の教師だったことが判明。どうやら平野は教え子の無実を証明するために一人で調査をしていたらしい。事件解決のため、 とつは田島に接触するが、とつの態度が気に食わない田島は、協力を拒否。仕方なく、とつは、事件の鍵である優子の勤め先だった大川節さんを、訪れる。やがて、スーツケースを持ち逃げした女を調査していたと、応募式私立探偵が殺害され、さらに田島が襲われるという、とんでもない事態を発展していき、西村京太郎トラベルミステリー35、 宗谷本線殺人事件が、テレビ朝日系列の2時間ドラマ、土曜ワイド劇場で2001年3月10日に放送された。宗谷本線殺人事件、角川文庫版。ありがとうございます。